お主のおかげでやりかをも戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手向けをなぶったからな。復讐に燃えておろう。せめて来ますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず焦って疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。 そうだ、宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。酒井殿、町の守りは進んでおるようです。 お主の働き大黒から聞いた。礼を言う。おじぎめへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎、手勢なき今あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。 百姓だけで侍が負けて相手に勝てる？すぐにわかる。あんたも酔った方がいいね。 源氏のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。<笑><笑>ひどい味だ。<笑>母親のお気に入り、浴びるように飲んで酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。<笑>それは苦労したな。 たかが6つの時腕を折られてさ、あの子は連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、野垂れ死んだって。姉として立派な行いだ。 ジェン、大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。酒井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる？表門です。このままでは。褒めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。
一生懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。弓隊、向けよ。槍川を守れ。クロード様に続け。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。鷹を見ていろ。Ah!
火をつけねば。まず一つ、壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。
れは百歩城の手抜き。館のそばにおるぞ。我が名は坂井陣。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の地で畑を潤せ。黙れ手抜け。己が得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。やりかを焼き尽かす。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーストコス。姉さん、
町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。前の友が我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。終わったな。これで槍川も加わる。だが叔父上の城を取り戻すにはまだ足りない。